ございました。<laughs> ありがとうございます。わあ、わ <laughs> ありがとうございます。<laughs> えー、スチームホームコンサルタント、えー、トライアスロンのコーチをしております中村美穂と申します、えー。こういう場は初めてでして普段。 プールでは水着では皆さんと会ってえ皆さんの前でお話しする仕事なんですけれどもこうやって服を着て皆さんの前に立つってことがあまりないので <laughs> 脱ぎたい <laughs> 脱ぎたいす <laughs> みませんよろしくお願いします3 1キロ5年前の私の体重ですえ私は 拒食症でした。見るからに食べ物を受け付けていない骨と皮だけの体。もう不健康そのものでした。息を吹きかけたら折れちゃいそうと言われるほど全身をいつも折って今とは本当に真逆の世界にいました。そんな体で私は 4年前まで会社員をしていました食べるものは少量の牛乳と麦茶だけ固形物は一切受け付けませんでした食べなかったわけじゃなくて味覚がなくて麦茶だけでよかったんですけどたまにとろみが欲しいと牛乳飲んだりとかしててとにかく 今とは全く逆の世界にいました少し私の水泳人生の話をさせてもらいたいと思います体が弱くて喘息を持っていて3歳の時に母が地元のスイミングスクールに連れてってくれたのが私の水泳人生のスタートとなりました それから小学校1年生、7歳の時に、そのスイミングスクールの選手コースに入って、週に6回、小学校、中学校、高校、大学まで水泳一筋、15年間、私の水泳,水泳の練習ノートに綴った記録には、地球1.5周分泳いだと記してあります。 でも目標にしていたオリンピックには行けなくてよしじゃあこのまま次は社会に貢献しようと水泳は卒業して同期の誰よりも大学の同期の誰よりも早く就職活動を始めてそして一般企業あるガス会社に入社しました私の中では 心はアスリートのまんまそしてこれからは会社社会に貢献したいともう頑張る気しかなかったんですけども水泳で培ってきたものを何か活かせるかなって思ってたんですでも私には水泳を取っ払ったら何も残ってなかったんです正しいと思って使っていた敬語さえも正しくなかったお茶の入れ方もわからない でも、科学系の会社に入ったので、勉強すれば皆に追いつくと思った。でも、もちろんそれも簡単なことじゃないです。水平リーベイから勉強しました、会社に入って。でも、一応その会社で必要とされているものは、知識は入るんですけれども、もちろん、並ぶことはできない。 自分は一生懸命会社とか社会に公平にしたいんだけどそういう望む自分の道と実際自分が味わっている今ここにいる自分っていうのを自分が通っている道があまりにもギャップがありすぎてそこから少しずつ歯車が崩れていきます今考えればすごく温水の中にいたんだなって 今考えればそう思いますそして少しずつ味覚がなくなっていたのその頃です仕事をしながら味覚がなくなっていきそして次第に固形物を受け付けない体になりました今とは本当に真逆の世界にいました その頃私は一度目の結婚をしますそれはまた私にとってすごく厳しいトレーニングの日々となりました暴力暴言モラルハラスメント20代,と20代そこそこの私にとっては水泳しか知らない私にとっては すべてがこれが普通だと思っていることしかなくていることいる部分しかなくて我慢してたんですね想定外のことが起これば突き飛ばされて殺すぞと言われる車で出かけた先で降ろされることはしょっちゅうでしたダメだダメだダメな人間だと 一日言われたたこともありましたいつもそうだったかもしれません次第に体に傷も残ったりとかしてガリガリだしでも一番助け舟を出したかった両親は両親に言えなかったんです両親はあなたをいつも信じてると言ってくれる人です 進路を決めた時も水泳を続ける時もそして結婚を決めた時もあなたを信じてると言ってくれましただから今そんなガリガリな体を両親に見せて後悔させたくなかっただからどんどん実家にも行かなくなりましたある朝姉から一つのメールが来ました何か困ったことがあれば全部捨てて 帰っておいでと確かとても短い文章だったと思います私はそっと財布とスマートフォンだけを持って大宮行きの京浜東北線に乗り込みました大宮駅に着いた時人混みでパニックを起こして改札内でうずくまってしまいました パニック障害でしたそして摂食障害うつでもあってすべて心の病気でした母が迎えに来てくれた時華奢な母が私を持ち上げた時のことを以前話してくれてもう元気になった私に話してくれたんですが 空気のように軽いみーちゃんを抱きかかえたとき、後悔しかなかったって言われたんです。もう涙が止まらなかったです。絶対に両親をもう後悔させたくないって、そのとき決めました。あの日、すべてを捨てて家を飛び出しました。何も残ってないです。当時持っていたもの、何も残ってないです。すべてててを捨てて 残ったものは心身健康になりたいという気持ちだけでしたそしてかつての居場所であるプールに行くことを決意しますプールに行って健康になりたいと思ったんですまずお腹をすかせたいと思ったでもガリガリな体だしそもそも泳げないし でも勇気を出してプルサイドまで行って入ったコースは一番端っこのウォーキングコースでしたそこには現役時代選手として1日1 0キロ以上泳いできた自分のプライドなんてどこにもなくてでもあまりその時のことは覚えてないんですが一つ覚えているのは塩素の匂いが「おかえり」って言ってくれているようで。 涙がポロ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 止まらなかったことそれだけは覚えていますウォーキングコースなのにゴーグルつけて歩いてました <laughs> そしてそこからスポーツを仕事にしたいと心に決めました心も体も人生も生活も豊かにしたいと思ったんです誰かを そして指導者になりたいと思ったけど自分には選手としての経験しかなくてだから勉強しました指導論心理学そして東洋医学だったりあと幼児の行動学とかいろいろ学びましたそしてパッと仕事をもう何もやってなかったので独立して立ち上げました 一歩を踏み始めましたでももちろんお客さんゼロですなので最初は大手町でチラシ配ったりとかしましたゼロからのスタートで一人目のお客さんは未就学児の子供のお子さん子供お子さんでした何かどっかで質のいいお客さんと一緒に楽しみたいというところがあったので私は紹介制を立ってそしてその 一人のお客さんから今自分自身が運営していますトライアスロンコミュニティのドライミングという団体今仲間がたくさん来てくれているんですが少しずつ積み重ねてここまで来ました紹介してだけでここまでやってきて信頼できる人が連れてきてくれた信頼できる人その信頼できる人たちと一緒にトライアスロンというライフスタイルを今一緒に楽しんでいます 最高に幸せです私はスイムフォームコンサルタント泳げ,ない泳げない人を泳げるようにします皆さんのスイムフォームを美しく変えますそういうお仕事をしています寄り添うことが一番大切なんです 水のごとき人生を泳ぐがごとく生きるとかっこよく書かせていただいたんですが泳ぐことと生きること私はとても重なる部分をたくさん知っています例えばクロールを泳ぐ時まず筋肉を使わずに抵抗をなくすことで前に進むそれだけで家族を生むことができるんですいきなり筋肉を使うことは教えません なぜ沈むのか、なぜ浮かないのか、それは水の抵抗があるからです。水の中に入ると私たちは異物になります。そこでもし力んでしまうと、もっと角のある岩のような異物になるんです。その角を取り除く。すると、体の力が抜けて、まず浮上します。浮いたところで 今度は前に進むことを皆さんにお伝えしていきますするとみんな目が変わります水の中で進んだってそれで私も目が輝きますすごい楽しいハッピー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 幸せの連鎖が生まれるんですクロールは円を描くように手を回し前に進みます 持続可能なな動作を作をることが大切なんです私たちは多分毎日いろんな障害だったりとか大きな扉を開かなきゃいけない時って毎日毎秒あると思うんですでも目の前に何かもしバリケードがあったらまず開いてみてください私はあの日 その時すべてを捨てて飛び出したことで天地がひっくり返りましたクロールを前に気持ちよく泳ぐために水の抵抗を減らす自分が異物ではなくて水に溶け込んでみるすると前に進むために 不要なもの過度のある岩ではなくなるべきなんです丸くなる肯定してみる肯定してみる私は愛する夫が今日来てくれているんですがその夫に学んだことがすごく大きく私を作ってくれました すべてを肯定すするという生き方です肯定してみる彼とトライアスロンを通じて出会いそして恋に落ちてその時に自分が経験したことをすべて話しましたちょっとドキドキしながらそしたら彼はそんなこと全然気にならないと笑ってくれましたそして抱きしめてくれました そうか肯定していいんんだっってて思ったんですぜひ肯定してください自分自身のこと肯定することで可能性が広がることを知っています否定することで選択肢やチャンスを減らすことを知っています私は自分自身の経験を持って皆さんにお伝えしたいこと 肯定するということそしてその肯定は角を取りそして水の抵抗をなくすようにまず浮上してくれます浮上したら水の抵抗なく前に進めるんですぜひ前に進み続ける皆さんの人生が明日から回ることを祈っていますご清聴ありがとうございました吉さんありがとうございましたありがとうございました こうやって人前で喋るの初めてです。初めてです。どうでしたみんなジャガイモだと思って話しました。ジャガイモだ。<あ> <laughs> ジャガイモかもしれない。<laughs> あ、中島さんじゃないですか。何か今の感じたことをちょっとね今回スピーカーとしてずっと一緒に今日の日を迎える準備をしたんですけど。<laughs> ありがとうございます。いやいや。<laughs> あ,あのちょっと涙な涙出そうなんで。<laughs> あなる

二人目の旦那です一 <laughs> <laughs> 人目じゃないのでそこは説明なかったんで <laughs> 失礼失礼しました二人目の旦那です超ピースフルな素晴らしい <laughs> カバン持たないので基本すべて肯定して自由にいたいのでカバンは持たずに全部ポッケに入れると あのさっきお話にもあったと思うんですけど美穂さんの,、まあ、あの出会って引かれてということで、まあ、改めてちょっと魅力を皆さんにお伝えして。<laughs> <laughs> たことないですね魅力はですね <laughs> まあ <laughs> やはり。<laughs> やはり、あの、真面目に言うとやはりあれですよねその本当にないようですね。<laughs> いやあのですねあの多分彼女の今の話でもあったと思うんですけども一つ一つのことなり一人一人に対して真正面から向き合うんですね。 それが彼女を苦しめた理由でもあるとは思うんですけれどもただそれは彼女のものすごくいいところであって人をすごく大切にしてちゃんと接するそれって本当に実は何だろうあの幸せの根源だと僕はすごく思う部分があってあのやっぱり僕らが出会う人たちってすごく限られている中で。 その限られた一人一人に対して、真剣に全力でぶつかっていく姿を見せられて、僕は惚れました。えー、<laughs> なんかもう。<laughs> お腹いっぱい、お腹いっぱいだから。じゃあかいいですか。今日も,いやでもそろそろいいですか。よく, <laughs> <laughs> くなってきたんですけど、いいですか。<laughs> いや素晴らしい。素晴らしいありがとうございました。ありがとうございました。